佐藤和夫動画チャンネルです。小林地区に今造成中の動かし総合運動公園の基本計画を変面図いただきましたので、ちょっと映像でも残しておきたいなと思います。ここはトラックですね。今この赤いところが23年度から25年度にかけて整備されるところであります。その他にも溜まってくる広場やテニスコート等も今後予定されております。そしてまたその後はこれは今現在もある球場でありますが、その今度は奥に公式の野球場も整備される予定になっております。まだまだ全てが出来上がるまでにはちょっと日数的にはかかりますが、まあ、少しずつ整備されていきますので期待していただきたいと思います。まずはとりあえずこのグラウンドといいますかトラック、そして中は芝生のサッカー場になる予定でありますので、これからさまざまなサッカーの大会もここでできるのかなと思ってきています。